こんにちは。敷金診断士、ADR 調停人の資格を持つ診断くんです。この動画を見ていただいているということは、賃貸物件の退去に関連して何かお悩みを抱えているのではないでしょうか。では、早速ですが、あなたのお悩みは次のどれに当てはまりますか。1、退去立ち合いが不安で診断士の同席を依頼するか悩んでいる。2、高額な請求をされトラブルになっている。3、管理会社、家賃保証会社から督促され困っている。 こういった敷金や退去にまつわるお悩み、一つでも当てはまる方はぜひ、この動画を最後までご覧ください。敷金診断し、ADR 調停人資格者としてお力になります。引っ越しの際の退去立ち会いが不安で、プロに同席をお願いしようか迷っているんです。何を請求されるのか、トラブルになるかが心配で。退去立ち会いは確かに緊張しますね。はいいタバコも吸っているし ペットももってるし、子供の落書きも心配です。物件の傷や汚れがどう評価されるかがポイントになります。そして、一番重要なのは、賃貸借契約書の内容がどうなっているかです。賃貸借契約書には、実費生産や消却、内装工事費といったさまざまな条件が記載されていることがあります。それによって、退去時にかかる費用が大きく変わることがあるため、契約内容をしっかりと確認しておく必要があります。その中で、私、敷金診断士が同席することで、 契約内容に基づいて公平なるほど、それなら安心して退去できそうです。ありがとうございます。お客様の利益を最大限に守るためのサポートをさせていただきますので、ぜひご検討ください。主人と相談してまた連絡します。私はお願いしようと思っています。 実は、退去時に高額な修繕費を請求されて納得できないんです。どうすればいいでしょうかそれは大変でしたね。修繕費の請求が不当に高くなることがありますが、契約書の内容や実際の損耗状況を確認することで、適正な金額を査定することができます。請求書は手元にあります。契約書はありますかはい。契約書もあります。どうすればいいですかまず、 公式 LINE を登録していただき、そちらから請求書や契約書、退居時のお部屋の写真があったら送ってください。書類を確認した上で、概算になりますが、私がプロの目線で適正な査定額を出します。そして、その査定額を見ていただき、費用対効果があると判断された場合は、ぜひご依頼を検討してください。なるほど、費用対効果があるかどうかを確認してから依頼できるんですね。それなら安心です。そうです。無理に依頼する必要はありません。 費用対効果がしっかり見込める場合だだけ、けご依頼いただければ、私が査定書を作成しサポートをさせていただきます。ありがとうございます。それなら安心して依頼できそうです。そうですね。ではまずは書類をお送りください。すぐに確認いたします。わかりました。早速書類を送ります。ありがとうございます。私が作成する査定書を使えばあなたが納得いかない点や疑問に感じている部分に対し 説得力のある反論が相手に対してできるようになります。私が専門的な根拠をもとに正当性を確認します。それによって、あなたが主張することが確実に証拠として残り、相手に対して説得力のある反論ができるようになります。なるほど、それなら納得できる解決策が見つかりそうですね。そうです。そして、この査定書は単なる意見書ではなく、プロの視点からしっかりと評価された内容です。あなたが言ったことが正しい限り、 相手にも納得してもらいやすくなります。それなら安心です。もし他にも気になることがあれば、いつでもご相談ください。一緒に最善の解決策を見つけていきましょう。ありがとうございます。早速書類を送ります。家賃保証会社から督促状が届いていて、どうすればいいかわからなくて困っています。家賃保証会社からの督促は、厄介ですよね。まずは冷静に、 どんな内容の督促なのかを確認することが大切です。請求の根拠や契約内容が適正かどうかをしっかりチェックする必要があります。確かに、中身を見ても何がどう不当なのか、自分では判断が難しいです。そうですよね。特に、細かい契約内容や請求金額の妥当性は、プロでないとわかりにくいことも多いです。不当な請求や誤解による督促が起こることもありますから。まずは、請求書や契約書、督促状を見せていただければ、 詳細にチェックしてアドバイスいたします。それなら安心ですね。具体的にどうやって送ればいいですか簡単です。まずは公式 LINE に登録していただき、その後、請求書や契約書、督促状を送ってください。こちらでしっかり精査して、減額できるか確認します。LINE なら簡単に送れそうです。それで、万が一不当な請求だった場合、どうなるんですかその場合、私が査定した査定書をもとに、 家賃保証会社に提出していただきます。書面には、プロが正確に診断した結果として、あなたへの請求金額が高すぎることを指摘し、減額を求める内容がわかるようになっています。つまり、査定書をもとに、請求額が不当であり、適正な金額に減額してくださいという形で交渉を進めていただくことになります。これにより、相手もプロの診断結果をもとに、対応せざるを得ない状況になり、交渉が有利に進む可能性が高いです。なるほど、わかりました。 それなら、減額交渉が有利に進む可能性が高いんですね。そうです。ただ、このまま放置してしまうと、家賃保証会社は少額訴訟を起こすと思われます。つまり、訴えられるということです。もし、裁判が嫌で高額でも仕方がないということで諦めて支払うのであれば、それを止めることはいたしません。しかし、請求が明らかに高額すぎると分かっているのであれば、私は戦うべきだと考えます。でも、裁判になったらどうなるんでしょう ご安心ください。万が一、裁判になったとしても、私が作成した査定書をもとに、減額交渉が十分に可能です。この書面があることで、裁判官もその内容を参考にし、請求が高すぎる部分については判断の材料としてくれるでしょう。つまり、プロの目線での正当な評価をもとに交渉を進めることができるので、無駄に高い金額を払う必要はありません。適切な額で解決するために、一緒に最善の方法を探していきましょう。ありがとうございます。 裁判になることが不安でしたが、プロの査定書があれば安心して進められそうです。よろしくお願いします。こちらこそ、しっかりとサポートさせていただきますので、まずは公式 LINE から書類をお送りください。早速、確認して最適な対応を進めていきましょう。以上、退去立ち会いの不安や、すでに高額な請求を受けている方、家賃保証会社からの督促にお困りの方に向けて、さまざまなサポートを提供しております。 どのようなお悩みでも対応可能ですので、まずは概要欄から LINE 登録をいただきご相談ください。LINE 以外にも概要欄の各種リンクからご相談が可能です。ぜひ、ご自身に合った方法でお問い合わせください。さらに、退去時にかかる費用を抑えたい方に向けて、以下のような有料記事をノートで提供しています。ハウスクリーニング費用を賢く減額する方法。クロスクッションフロア設備費用を賢く減額する方法。 畳表替えふすま張り替え費用を拒否する方法。フローリング張り替え費用を拒否する方法。これらの記事は、ご自身で解決したい方に向けて、費用対効果の高い内容を盛り込んでおり、各記事1000円でご利用いただけます。読んでいただくだけで解決できるような素晴らしい内容になっています。詳細については、概要欄にあるノートのリンクからアクセスしてください。ご自身で解決したい方には、特におすすめの有料記事となっております。どうぞご自身の状況に合わせて、 私のサポートや有料記事を活用していただき、最適な解決策を見つけていただければと思います。